道成寺は、和歌山県日高郡日高川町金牧にある、天台宗の寺院。震災国33箇所第5番札所。道成寺創建にまつわる、神長姫伝説や、能、歌舞伎、浄瑠璃の演目として名高い、安珍、清姫伝説で知られる。この伝説は、平安時代中期に編纂された、大日本国北家元気に、すでに見える、古い話である。 拝刊の際には、演技道で、安珍清姫の絵巻物を見せながらの絵解き説法が行われる。大宝元年、文武天皇の直眼により、義援僧場を解散として、紀大臣道なりのある者が混流したという。別の伝承では、文武天皇の夫人、聖武天皇の母にあたる藤原都の願いにより、文武天皇が創建したとも言う。 これらの伝承をそのまま信じるわけにはいかないが、本寺境内の発掘調査の結果、古代の仮ン跡が検出されており、出土した河原の年代から8世紀初頭には寺院が存在したことは確実視されている。1985年に着手した本堂解体修理の際に発見された千樹観音像も奈良時代に遡る作品である。寺に残る仏像群は大半が 平安時代初期から中期のもので、この頃は寺勢盛んであったと推定される。現存する本堂は、昭平12年頃の春工であるが、寺はその後推備し、天正13年には、橋場秀吉による奇襲政伐にあって書道が消失し、二代目の文昇を奪われている。天正16年の文書によれば、当時は本堂と陳守者が残るのみであった。 明暦元年、紀州藩主、徳川頼信の援助で本堂の屋根吹き替え等の修理が行われ、二王門、三重塔などの書道等は近世を通じて徐々に整備されていったものである。創建寺は、宝生州だったが後に、新言州となり、上皇年間に天台州に改修している。道成寺の境内では、1978年以降、数字にわたって、 発掘調査が行われ、奈良時代の近道、等注文、行道、回廊の跡が検出された。注文の左右から伸びる回廊は敷地を長方形に囲み、行道の左右に達していた。回廊で囲まれたガラン中心部には、東に塔、西に近道が位置していた。現存する、二王門、三重塔、近道はそれぞれ、奈良時代の注文、等 行道の後に建てられている。なお、このような画乱配置が整ったのは8世紀半ば頃のことで、創建当初は行道の位置に寺の中心となる仏像があり、塔、近道等塔は後から整備されたものと推定されている。道成寺に伝わる伝承によれば、藤原都は旧開市の里で生まれたとされており、道成寺及び周辺地域には、道成寺海草園儀として、 宮古姫上長丹が伝えられ町おこしにも利用されている。和歌山県御坊市、道成寺及び道成寺へと基本にて現在紹介されている伝承の大筋は下記の通りである。王神天皇の時代、九人の兵士に日高の裏が可視された。九人は漁を制御としたため、周辺地域は旧開寺の里と呼ばれるようになった。 旧海寺の里に住む夫婦である早高と天野渚は子宝に恵まれないことから宇治神の八幡宮にお祈りしたところ女の子を授かった。そこで名前を八幡宮にちなんで宮と名付けた。ところが成長しても宮には髪の毛が生えてこなかったため両親は悲嘆に暮れていた。ある年旧海寺の里は不良に見舞われる。その原因は海底から刺す不思議な光であった。 宮の母であるなぎさは、娘に、髪の毛が生えないのは、前世の報いと考え、里の人々を救おうと罪滅ぼしのために、自ら海に飛び込んだ。海中深く潜っていると、光り輝くものがあった。それは、黄金色の小さな観音像であった。なぎさは持ち帰った観音像を大切に祀った。光の消えた海は、大量続きとなったため、里人たちは、 なぎさのことを尊敬したが、彼女は、謙虚に祈りを続けた。ある夜、なぎさの夢に、観音が現れる。夢の中で髪の生えない娘のことを訴えると、にわかに宮の髪が生え始めた。年頃になると髪も伸び、宮は、髪長姫と呼ばれるようになった。ある日、宮が黒くて、縁のある髪をすいていると、スズメが飛んできてその髪を一本加え、飛び去った。そのスズメは、 奈良の都で勢力を誇っていた藤原富人の屋敷の軒に巣を作った。巣から垂れ下がる長く美しい黒髪を見つけた富人は髪の主である宮を探し出し、幼女に迎え入れた。富人の幼女となった宮は宮古という名を授けられ、やがて文武天皇に見染められ奇祭となり、奈良の東大寺を建立した聖武天皇の母となった。宮古は奈良に行っても、 故郷の旧開始の里が忘れられず、特に残してきた観音のことが気になっていた。その悩みは、文武天皇に届き、都に黒い長い髪を授けてくれた観音様をお祭りする寺を造流せよと、木道なりに直命を出した。その寺があの道なれ寺だという、上記の伝承は出典により細かい部分が異なる。例えば、五房氏によれば、 宮の髪の毛を奈良に届けた鳥はつばめであり、道成寺によれば早高と、渚は尊長夫婦である。この宮古姫上長丹は、ベースとなったとされる絵巻、道成寺宮古姫伝記上官とも複数の際がある。例えば、道成寺宮古姫伝記では、はじめに、日高に住んでいた九人は兄弟であり、宮はそのうちの一人である。宮には、元から髪の毛が生えており、 自ら海中で発見した黄金の千手観音像を田草に包んで持ち帰っている。また藤原富人のもとに作られたスズメの巣には一畳ほどの髪の毛が見られたとの記述がある。境内道場寺本堂には南向き本尊と北向き本尊の二体の千手観音像を安置していた。木造千手観音立像木造美写門天立像、東京国立博物館にて展示。 なるみピアニッシ九96から98、菅原ピアニッシモ、110から117、宮古姫物語、ごう子ホームページ、www.city.gobo.wakayama.jp2021 年6月11日閲覧、道成寺平城系の母宮古姫。dojoji.com 2021年6月11日閲覧。小野博美術、藤原重則が、道成寺へとき、本道成寺五次回、1970年。なるみピアニッシモ、99から110、月刊文化財375の解説、田村ピアニッシモ、117から121、及び月刊文化財310号の解説本像の復元前の写真は、 月刊文化財315に復元後の写真は特別展、祈りの同様種の熊野、高野の名宝図録にそれぞれ収録されている。俗日本の絵巻24、創日寺演技道場寺演技に詳しい。ありがとうございます。